店に陳列されるフィッシャーテクニック並べられたフィッシャーテクニックの作品電気制御装置フィッシャーテクニックはモーター、歯車や車軸、タイヤ等の機構部品で構成される機械等を組むためのフィッシャーテクニック社の一連の製品のブランド。他のブロック玩具は基本的に動かさないことを前提としているのに対してフィッシャーテクニックは動くことを前提としている。 フィッシャーテクニックは建築用のアンカーボルトを発明したアルトゥア・フィッシャーによって1965年に技術者育成のための教材として開発された。そのため、歯車などの機構部品で組まれた作品は実物同様に作動する。ステム教育に使用される。接合方法も独特で先端が広がった突起を溝にはめ込むジョイント方法を採用する。 実物同様の機構を再現することに重点が置かれており、単なる地域玩具の範疇にとどまらず、一部では工学教育にも活用される。また、いくつかのキットでは、電子回路を搭載して、ロボットやメカトロニクスの基礎訓練が可能な機種もある。対象年齢は主に10代が対象ではあるものの、子供だけではなく、大人も楽しめる仕様になっている。 低年齢向けのシリーズで簡単な機械構造を理解できる。一種類だけ製作可能でハンドルやクレーン、キャタピラなどが動く。基本的な構成で気候的な機能を有する。本格的な機構を組めるフィッシャーテクニックの主力商品。電源、モーター、ライト、無線操縦装置などをアドバンストシリーズに加えるための周辺機器。センサー作動機械。 組み立てキット、太陽電池駆動キット、エコパワー学習キット、レオナルド・ダ・ヴィンチのアイデアを再現する、ダ・ヴィンチマシンなどがある学習的な側面を持ったシリーズ。ボールを転がすことで位置エネルギーを運動エネルギーに変換するジェットコースターのように力学を学習できるシリーズ。ありがとうございます。